サンドランド。このね、漫画。僕が一番、鳥山明さんの短編集では、一番面白かった。ど、あのー、こちらですね。こっちのが見やすいだろう。う僕ね、この時のサンドランドの時の鳥山明さんの絵が一番うまいと思う。 このサンドランドの時ってね、ちょうどドラゴンボールが終わって、その後にカジカかなカジカっていう、まあ、一巻で終わる短編の漫画を連載して、その次の漫画になってくるんですね。連載時期で言うとね、今から何年前から、2000年に発売されてるから、だいたい今から14年連載されててもそうですね、14年、ちょうど14年くらい前ですね、の作品になってきます。 もうね、この時、もうデジタルです。デジタルで描いてるんですけども、もうむちゃくちゃうまいんです。もう、なんてうまいんだろうと。特にね、戦車の描写とかうまいっすわ、ほんま。戦車をクッと持ち上げるシーンがあるんですけど、ここですね。これ戦車です。もう、キャタピラの裏とかもきっちりとね、描いてて、もう、めっちゃうまいなぁ。 これデジタルなんだけども、デジタルさが突禁突禁してないんですよ。きっちりと鳥山明さん風に落ち着いてるから、読みやすいんですね。僕ね、赤松健さんがな。赤松健さんはねぎまあ、ネギマとか、えっ、ー、と、ラブひなとか、あちらの先生ですけども、この人もすごい絵うまいんですけど、一時期はね、あの、最近の有給フォルダーとか見てたら、いや、もう鳥山明さん抜いてたかなとか思ったんですけどね、読み直してみるとやっぱ鳥山明さんの方がうまいわ。 いやー、本当に、品があるんだな。やっぱ鳥山明さんの絵ってね。僕からすると、このサンドランドを、なんで、長期、長期連載までしなくていいです。だいたい3巻ぐらいで終わってくれても十分、十分名作として成り立ってたのに、1巻で終わってるのがね、ちょっとね、消化不良というかね、もったいない。本当に。面白いのに、もうちょっとってところがね、あるんですよね、やっぱりね。 でも、鳥山明さん、あと前のカツラ明、こちらの方にあるんですけど、このカツラ明のとこにも言ったんですけども、基本的には、えっ、ー、と、宇宙、えー、宇宙人が宇宙ファーッと放浪してます、あ隕石ぶつかり合ちわーってなって、地球に降り立ちます、ここどこだ、ここいい星だ、ワっショイ、ワっショイって形で、そこで何かしら展開が少しトラブルがあるっていうぐらいのもんで、そういったね、典型的古臭い、 導入しかなかったんですけども、これはね、典型的な少年誌の導入なんですよ。鳥山明さん的な導入なのかどうかちょっとわからないんですけど、このサンドランドの導入はすっごい僕は少年漫画らしい導入だったなと思います。このね、サンドランド本当に絵がうまい。とにかく絵がうまい。ちょっとね、え戦車とじいさんを描きたいって言ってるんですよ。 でこのじいさんを描くんですけど、やっぱね、じいさんもうまいですね。これが主人公ですね。多分ね、本当に主人公、このおじいさんなんですよ。登場の仕方とか見てても、明らかに主人公はおまけなんですよ。一応少年誌だから描かなきゃいけないっていことで描いてるだけで、本当にほとんど、このおじいちゃんと、で、戦車を描いてます。 本当に描きたいもんバカ描書き上がってってな、やつなんですけど、それでも、少年漫画として十分成立してる、ちゃんとこの、小さい悪魔が、おじいちゃんたちをフォローしてるんですよ。もう、うまいんですよ。少年漫画として、えー、少年漫画として読むこともできるし、おじいさん側のちょっとかっこいい渋い感じで読むこともできるから、結構僕ら、ちょうど今から14年前だから、中学校が高校生ぐらいの時ですけど、 それぐらいで読んでても、この漫画面白いねってことで結構周りじゃ流行ってたんですよ。もう終わりかいとか言ってよく突っ込んでたんですけど。<laughs> ああ、面白いな、やっぱり。これじ、ね、いさん描くシーンかっこいいんですよね。ここを扉になってくるんですけど、これ戦車です。で、こ、これがシーフですね。この、主人公である、ベルゼブブかやったな。こいつの、えっ、ー、と、付き人で来るんですけど、これもおじいちゃんですね。 やっぱここのおじいちゃんのこのたたずまいとかかっこいいですね。もう描きたいもの描いてて、でかっこよく描いてます。でね、戦車戦とかもうまいです。戦車戦が。この戦車戦の描写が、描写が非常にうまいから、戦闘シーンまた面白いんですよ。 ほんと、なんでこれをね、もうちょっと長期連載してくれたら僕、鳥山明さん、やっぱいいなとか思ったんですけどね。まあ、鳥山明さんの時期としては、ドクタースランプのポップで、ポップな時代と、で、ドラゴンボールのポップから劇画への時代。そして、カジカの、まあ、なん、なんてことない時代があって、で、このサンドランドで、劇画の鳥山明が完成するんですよ。劇画の鳥山明が完成して、 でその後、なんだったかな、猫魔人とかあっちの方に行って全然面白くなくなるんですけど、あの猫魔人何なんだよとか思うんですね。猫魔人超つまんねえという話なんですが、それはまあいいっす。それよりかはもうこれやっぱしこのサンドランド、その前のこのサンドランドが非常に面白かったから、僕としてはね、やっぱ戦車をね、毎週毎週描いてるんですよ。これすごい大変やったと思います。 戦車なんて書くの大変に決まってんじゃんもうロボット書くより大変だと思うよ。それを毎週書いてたアドリアマアキラさんはやっぱりすごいなと思います。自分の趣味で書いてましたみたいなことも、ちゃんと最初の見開きのところにね。えー、見開きつーとここですね。ここに書いてます。じゃこれね、できたらね、うん、復刊、復刊してほしいな。 カジカとか、あそこら辺を混ぜたやつを一冊にして復感してほしいです。もう、面白かったから。この漫画がね。鳥山明さんの本当短編では非常に珍しく面白かったです。もちろん消化不良はすごくあるんですけども、それでも、十二分に面白かった。もうサンドランド、本当に、 鳥山明さんの短編やったら、もうズバ抜けて僕はおすすめです。なんでこれを3巻か4巻ぐらいまで連載してくれなかったんだ。そうしたらきっと面白い感じで終わってたんじゃないかなと思いながらも、鳥山明さんっていう人が趣味で書いてるっていう点で、だいたいこれ以上書けない。多分これ以上展開を出してしまうと、もう自分で収集つかなくなるっていうふうに思ってるから書かないのかもしれないですね。まあ、サンドランド1巻ですが、非常におすすめです。面白かったです。はい。 またね、鳥山明さんのね、漫画、僕、ドクタースランプも持ってるんで、また読んだらレビューしようかなと思います。はい。それでは、またねー。